この先にキーヤが、そして全ての真実が待っている。覚悟を決めよう。事件を完全に解決するために。クロスベル各地の状況か。いや、それだけじゃねえ。過去の出来事みてえなのも紛れ込んでるみてえだぞ。現実世界のかけら、時空を超えて連関してゆく因果。ありえないとは言い切れないみたいだね。ゼロの司法、その完成形としての青の大樹。なんだ今のは。太陽の砦の地下に入った時の。いえ、エステルさんたちは一緒にいませんでした。なんだ、どうした。どうやら僕たちには見えないものが見えたらしいね。ああ、一瞬だけどね。おぼろげながらキーヤの真の力というものが分かった気がする。もう言葉はいらないね。ロイド、行こうか。ああ、来たか。ようこそ。世界の最果てにして全ての因果律の中心に。ロイド、エリー、ティオン、ランディ、マジミ、ダドリーまで。キア、よかった、無事でしたか。キボ、大丈夫なのか。もう心配ばかりかけて。ごめんね、キーヤ。ロイドたちにずっと話せなかったことがあって、黙っていて隠していてごめんなさい。謝らないでいい。負い目に感じる必要もないんだ。あなたが無事でいてくれるだけで私たちには十分です。それに子供なんて多かれ少なかれ親に隠し事をするのが当たり前だっつーの。そんな当たり前のことすら利用してキーヤちゃんをそそのかした。ベル、イアン先生、あなたたちの仕業ですね。なあ、その通りだ。
怖いですわね。ですが私たちは最大限にキーヤさんの意思を尊重していますわ。そうですわよね、キーヤさん。やれやれ、大した面の皮の厚さだね。とにかくまずは戻ってじっくり話をするところからだろう。そうですね、家族会議というやつです。みんなありがとう。でもキーヤ、ここを動くことはできないから。だからキーヤちゃん、どうして。何かあるんだな、司法としての力に関係して。それはキーヤさん、言って差し上げたらいかがかしら。あなたがこんなことをしているのは全てロイドさんたちのためだって。え、なんだと。かつての幻の手法と違い、ゼロの手法であるキーヤさんには時と空の力が備わっています。銀河と認識に干渉する幻の力と時空間に干渉する力が合わさった時、世界を紡ぐ力をキーヤさんは手に入れたのですね。世界を紡ぐ力。また尋常じゃない言葉が飛び出してきたね。どういうことだ。それこそ青きゼロの計画の目的にして根幹とも言える能力、世界を紡ぐ、すなわち因果律を操作し世界を組み替える力というわけだ。はあ？世界を組み替える。世界の事象の全てが持つシステム、ネットワーク、それは過去と現在と未来において操作変更できる能力。さすがティオさんは飲み込みが早いですわね。そう、動力ネットにおいて最上位の管理者が震える権限に近いものがありますわね。争いを生み出す現実そのものを改変し、より平和的な現実へ組み替えていく。例えば帝国と共和国にクロスベルが従属翻弄されている現実を組み替え、クロスベルがその二国の上位にある宗主国として君臨する現実へと変えることも原理的には可能なのだよ。バカな。それはエイドスにすら不可能な所業のはずだ。おいおい、いくらなんでもヨタ話が過ぎやしねえか。さすがににわかには信じられません。おかしなことを言いますわね。あなたたちだって一度それに助けられていますのに。え？助けられたって、まさか先ほど見た数ヶ月前教団のロッジに潜入した時の。私を見つけて。どうやらロイドさんは思い出したみたいですわね。すでに一度ごく小規模ですが現実の改変は行われているのです。あなた方が暴走したヨアヒムに殺されてしまったという現実の改変が。マジなのか。最初の時ロイドたちはエステルたちやレンテたとそんなに仲良くならなかった。それが原因で4人だけで乗り込んで、あの子の助けも来ないまま結局。それを知ったキーヤさんは
司法としての力を暴走させて過去の因果律に干渉したのです。その結果あなた方が殲滅天使の問題を解決するという因果が導かれ、巡り巡ってリベールの遊撃士2人があなた方の助太刀に現れ、そして本来あなた方が殺された場面で殲滅天使が助けに来たのですわ。そんなことが。だが全くの偽りではなさそうだね。さすがにショックだったみたいですわね。ですがゼロの司法の持つ現実を組み替える力の真髄、あなた方の悲劇を回避するなどほんの序の口に過ぎません。この青の大樹、キーヤさんの力を増幅し七葉脈を通じて世界そのものとリンクできる真珠があれば、悲劇を回避できるどころか、先ほど先生がおっしゃっていたレベルで現実を改変することが可能なのです。それがこの大樹の力。おいおい、シャレになってねえぞ。そうか、オリジナルの始まりの地と同じ。素敵でしょ。こんな素敵なものがあればもう何も怖くない。世界の全てに幸福を与え悲しい思いをすることもない。人はあらゆる不安から解放され良きものだけを追求できる。まさしく錬金術の奥義、アルスマグナというものですわ。ベル、あなたは。イアン先生、本当にそれでいいんですか？何事にも備えは必要だ。人間の歴史はあらゆるリスクにどう対処するかの歴史でもある。そしてキーヤ君はそれを制御できる素晴らしい力を持っている。それは否定のできない事実だ。その結果キーヤをそんな場所に押し込めることになったとしても、かつての幻の司法はやがて心を病み自らを消すという結末に至ったと聞いています。あなた方は本当に一人の女の子にそんな重責を押し付けるつもりなんですか？ロイド、それはそうならないように私たちがいるわけですね。キーヤさんに世界改変の責任を全て押し付けるのではなく、先生のような有識者がより正しい方向へ世界を変える道しるべをアドバイスしてゆく。それならば話は別でしょ。民主主義的なプロセスを全て否定するというの？民主主義の弊害はエリー君もよく知っているはずだ。ともすれば修具政治に陥り、大切なことを迅速に決めることもままならなくなってしまうシステム。クロスベルに限らずどこにでも見られる現実ではないかね。それは。それに私とて自らの知見だけをキーヤ君に提示するつもりはない。マクダエル議長のような有識者にもいずれ協力を要請したいと思っている。ディーター君もまたマネジメントという観点から改めて役に立ってくれるだろう。そして君たちもまた私たちの試みに協力してほしいのだ。新たな時代を開くためには君たち若者の意見も必要だ。そして君たちならば、ここにたどり着いた君たちならば、これからの時代に何が必要なのか身をもって分かっているに違いない。どうかね、この提案は。イアン先生、結局先ほどの質問には
まだ答えてもらっていませんよ。先生は本当にそれでいいんですか？あらゆるものには尊厳がある。人にも社会にも歴史にも。間違っていたり悲劇を生み出す結果につながったとしても、それをなかったことにするのは関わった人たちの尊厳を犯すことだ。例えば悲劇から立ち直ることで強さを手に入れる人がいるように。本当は先生にも分かっているんでしょ？ロイド、確かに人は正しい行動のみを取れる存在ではない。だがその過ちをなかったことにしていては成長することもできない。共に学び、力を合わせ、前に進んでいくことの意味。確かに、そいつがバッサリと切り捨てられちまうってわけだな。ライド、キーア、俺たちと一緒に帰ろう。もうこれ以上俺たちのために無理をする必要はないんだ。前に俺たちが命を落としたという時も、辛くて苦しくて悲しい思いをさせてたんだな。ごめんな、キーア。俺たちが不甲斐ないせいで。そんなことない。あれはキーアが勝手にやったことだから。だからロイドが謝ることなんて。だったらキーア、どうしてずっと浮かない顔をしているんだ？キーアも気づいているんだろ。俺たちの死を悲しむあまり、因果律ってのを操作して現実を変えてしまったこと。それがやっぱりズルだったってこと。キーア、まあ死んじまう結末が良かったとはさすがに言えないが、それでも反則技ってのはどうしても言えちまうかもな。イアン先生、ベル、それについては政治も同じだと思います。時には王道でなく邪道が必要になる時もあるでしょう。ですが邪道を前提とするのはやはり間違っています。エリー君、キーヤちゃんという個人の超越的な力に頼ること、それはもはや政治ではなくただの神頼みとしか思えません。困難な状況を然るべき手続きと対話のプロセスによって乗り越え、全員の問題として解決していく、それが真の政治だと思います。多分キーヤの力がなければクロスベルが深刻な危機に直面する可能性は高いと思います。大陸全土の混乱、経済危機、そして帝国は内戦が終了次第クロスベルに牙を剥くでしょう。それでも俺たちはキーヤに全てを押し付けるのが正しい選択だとはとても思えない。与えられるだけの奇跡に頼ったら俺たち自身が成長できないから。だから苦しくても今は筋を通すべきだと思うんです。ロイド、ここまでか。自分では支援のつもりではないと思っていたのだが、やはりどこか欺瞞があったようだ。まるでガイ君に諭されているような気分だったよ。先生、すまない、君に言えた義理ではなかったな。キーア君、いろいろと惑わせてすまなかった。君は君自身の判断でどうするかを決めるといい。君にはもうそれができるはずだ。先生。そしてマリアベル君、汚
期待に応えられなくてすまない。どうやら私の出番はここまでのようだ。構いませんわ。もともと先生には計画の総合的なプランニングをお願いしていただけですから。今までお疲れ様でした、先生。私の勝手ではなくて。ふざけるな。ベル、言っていいことと悪いことがあるわよ。撤回してもらいます。いいでしょう。私はマリアベル・クロイス。エイドスを超える司法を求め、全てを犠牲にしてきた一族の末裔。その千年の妄執の重みと、あなた方の一年にも満たぬ絆のどちらが果たして強いのか。互いに視力を尽くして比べてみるとしましょうか。望むところだ。ベル、手加減はしないわ。最高位のマギウスとにて全力で制圧する。ようこそ私の世界。この勝負絶対に負けられない。フフフ。
行くぞ。私の番です。行くぜ。俺の番だな。やっ！行くよ。どうする、ランディ？問題ねえ。突っ込むぞ。俺の番だな。はー任せてくれ。やっそれ私の番です。
エニグマ駆動。行くよ。俺の番だな。さあ、出よ。それ。それ。任せろ。よし。やっと。やれやれ。エニグマ駆動。それ。私の番です。行くぜ。任せろ。混沌の住人たちよ。俺の番だな。僕の番か。任せてくれ。ティオ、行くぞ、行くぞ。お願い、ストライク。終幕と行きましょう。やれやれ。さて、殺
いかしら。あらあら、大変ですわね。そこだ、俺の番だな。俺の番だな。俺の番だな。まあまあだったね。お疲れ様。